はい、じゃあお願いします。お願いします。これの去年お正月来てくれて以来、やっぱ1年に1回はね、この3人でやっぱり野球理論早いね、はい、まあ、いろいろなことがあったけど、まあ、今年、まあ、代表的に日本シリーズ見て、また巨人が、ね、ソフトバンクに4連敗して、すごくそのやっぱりセ・リーグとパ・リーグの差がね、あるあるって言われてるんやけど、まあ、一緒に過ごした90年代っていうのはね、日本シリーズ5勝5敗、2000年代も5勝5敗で、この2010年からは1勝9敗というね、特に交流戦も始まって、この10年でもっとなんかこうちょっとこう結果だけ見てもパ・リーグがすごく強くなったんやけど、どうその辺を見てて。いや、まあ確かにソフトバンクがちょっと今非常に強いというか、ただ本当単純に日本シリーズ見て感じることって、ピッチャーの球の速さが違う、まあね、バッターの振りの速さが違う、それはすごい素直に感じたかなっていう。例えばソフトバンクもね、この4年連続日本一やけど、この2年間西武が優勝してるわけや、日本はどう見てる。全体的にスカウティングが、もう単純に言うとセ・リーグは野球の上手な選手を好む、はいはいはい、パ・リーグは強い、速い、そういうこう、どちらかというとたくましい選手を好む、で、育成の仕方も、まあ、ソフトバンクなんか聞くと、あのボディービルの先生入れてるんですよね、はあ、それで体を、とにかくまず体を大きくしないと話にならないっていうところからスタートしてるので、大きくなって強くするってこともある。そうですね、だからあいつら熱くないですか、体が厚みが、貝とかでもちっちゃいですけど、でかなった、すごいでしょ、で、あれ、噂によるとインセンティブがあるんですよね、育成の選手とか、例えば体重ここまで持ってこいと、ならいくらとか、体重で、はい、筋肉量がいくらでとか、で、足の速い選手とかでいうと、ここまでタイム上げたらいくらとか、それは試合じゃなくて、もうそういう数字を上げたら、育成選手なんで、多分おそらく安いから、そんなに大きいお金じゃないと思うんですけど、そういうので指してるっていうのは聞いたことあるんですけど、まあでも一つのやり方やな、それも。そうですね、だから、体がないと多分強く振ったりとか多分できないと思うので、まあでもこうお互いね、やってたこの1990年、2000年代っていうのは、そんなになんていうの、パ・リーグがめちゃくちゃ強いっていうことも感じなかったでしょ、日本シリーズ出た時も。ああそうだね、あの交流戦もなかった時代だけど、まあ、やり始めた時ぐらいや、まあ、確か交流戦でもパ・リーグが部がめちゃくちゃ良かったよ、まあ、DH があるかも分からへんけど、こんなに10年間の差がつく。いやでも、ちょうど自分が現役の真ん中ぐらいに、それこそダルビッシュ投手とか、田中マー君とか、そういったちょっと抜けた選手がポツッポツッと出だしたよね。それが全部パ・リーグに入りだしたってこと。パ・リーグたまたま入ったのかどうかちょっと分かんないです、ドラフトがあったからね、そこでちょっとだんだん差がついてきたのかなっていうのは感じるね。あとはやっぱりね、注目するのが、まあ、あのセ・リーグの場合はチームというね、でパ・リーグの場合は個々というとこが多少あるのかなというふうな感じはするけどね。個人で頑張って目立たないというね、で、あのもっと言うと悪くても叩かないパ・リーグは、それも多少あんのかなっていうふうな気はする。ああ、要は遊んどったもんね。叩かれないからね。ドラフトのやっぱりその自由競争がなくなって、結構パ・リーグに抽選で当たったよね。ま、自由競争の時はその資金力がある、はいはいはい、まあ、当時で言うとジャイアンツ、タイガース、はい、ドラゴンズっていうのに、まあ、いい選手が、はい、あの目玉の選手が入ってた運動があったと思うんですけど、それが自由競争なくなって、で中世だと、まあ、見事にパ・リーグやってじゃないですか。あの速球派はね、今回も早川、去年佐々木。いやいい投手だね。あれいいよね。まあ、あとそれで、まあ、俺らの時がまだ FA 言ったらね、全部セ・リーグに行ったんや、パ・リーグから。まあ、俺もそうやったけど、今、セからパに行ったりね、パからパに行くのが FA っていうのがあったから、あんまりそのこうセ・リーグっていう風な感じじゃなくなってきたこともあるよね。で今回この2年間はその4勝0敗がすごくセ・リーグがまた余計弱く見えたけど、決してそんなになんか力の差がね、まあ、あるように見えたけど、まあ、ここまでねっていうふうには感じねんけどね。まあでも初戦もしね、あの菅野として勝っていれば、まだガラッと変わったかもしれないしね。だからね、菅野ってセ・リーグじゃやっぱりすごくもうダントツにいいピッチャーやんか、はい、でも日本シリーズ見た時にさ、パ・リーグのピッチャーってねあんまりよく見えないっていうわけですよ。僕はだからそのホークスの選手が見逃し方が何て言うんですかね、
余裕があったんだ。なかなかいいピッチャーじゃないかみたいにしか見えなかったんですよ。でもセリーグのバッターってもう一つ取られたら真慌てで追い込まれたら嫌やからボール球振っちゃってとか、っていうのがもう全くそのホークスの選手じゃなかったっていうのがちょっとショックだったですね、やっぱセリーグ出身で。だからショックやったでしょ、こんな感じに負けてほしくないっていう、まあ、セリーグあれだけぶっちぎりでね、優勝してるからね。だからその今言ったように余裕あるからこそ甘いボールをやっぱり今回の日本シリーズでもねホームランが1本対7本かなんかでしょ、だからやっぱああいう甘いボールをやっぱり強く振るから塀の奥まで飛ばすもんね。やっぱりもう本当セリーグ全体でちょっと考えないとジャイアンツだけの問題じゃない。宮本はもう DH 賛成派。僕は賛成です。あ、たくさん。いやもう統一した方がいいよね。ああ そ, うそしたらピッチャーもバンドの練習しなくていいし、うん、バッティングもしなくていいし、うん、でやっぱりあの、うん、一番にその中継ぎ投手がもうセ・リーグの場合今もう完投できるピッチャーほとんど少ないからね、うん、やっぱあれ代打出さないと随分違ってくると思うんで、うん、まあソフトバンクね先発ばっか言われるけど後ろの3人もすごかったね。すごかったです。いやそこがでも一番強みだったなって感じだよね。あのモイレのモイレは出ないですよね。出ないよな。どうやって打つんかなっていう感じですよね。いやでもあれをパリーグのやつやっぱ打つねんもんな。いやあんま打たれてないでしょ、モイネロは。あのカーブなんか打てる？すっごい曲がってへん。そうですね。一回上上がってからちょっと落ちるもんね。ね。まあでも、まあ、バッターもだからああいう速いピッチャーを打つ練習してるから。でも慣れってあるよね、やっぱりね。そうですね。速さとかそういうのは慣れだもんね。速いピッチャーセリーグも多分いると思うんですけど、うん、そのホークスのピッチャーなんかプラスなんか強いボールみたいなイメージがやっぱり強かったですよね。いやいや、あとカーブいいですよね、みんな。あれ なんで、これもいろいろもうちょっと探ってるんですけどいろいろ勉強してるね、やっぱり工藤さんがやっぱりいろいろ勉強して、例えば今そのドライブラインっていうピッチャーのトレーニング方法とかあるんですね、アメリカの方で。そういうのをあの人こう向こう行って勉強したりとか、自分でね。だからピッチャーのトレーニングなんかは結構工藤監督がやってるっていうふうに聞いて、これはまあ嘘か本当か分かんないですけど、あのコロコロあるじゃないですか、うん、であれをその芯を抜いてあそこボール穴開けて通して、そのこういう、こう回転のあるじゃないですか、コロコロ。それがどういうふうな練習かはまだちょっとそこ入手できてないんですけど、だからそういうこう工夫、まあ、それだけのピッチャーを育てるだけのなんかいろいろあるんだろうなっていうふうには思いますね。まあ、確かにカーブみんな石川のカーブはすごかったね。いやすごいです。あれ打ってへんよ。うん、まあ、パワーカーブ言うけど。まあ、でも結局先発もね、そこそこいいピッチャー、そこそこいいピッチャーがいて、うん、短期決戦なんて4回から下手したらつなげるわけでしょ。そうですね。それは強いよね。強い。まして、まあショートもね、今宮怪我して、まあ、東山もいなかったけど、うん、普通ショートのレギュラー怪我したらさ、なかなか埋まらないよ、ね、チームって。でも、まあ、代わりの選手がね、結構いるっていうのもまた強みやね、あそこのね。そうですね、選手層っていう部分ではもうすごい、やっぱ熱いですよね。ほんで、まあ今その DH の話したけど、なんかセリーグは逆にセリーグでね、あのピッチャーの野球でも、その、この10年以外は戦ってたわけやん。で、ここにで、その負け出したら DH 言うてるけど、そんなもんかなっていうような気がする。それだけの問題じゃないよ ね。それだけの問題ではないですけど、一、うん、回ちょっとやってみようよっていう感じなんですね、僕は。なかなかこうやってみてやめるっていうのは難しいかもしれないですけど、じゃあ例えば5年間ちょっとやってみよう、うん、で、ある程度数字がこういうふうに変わってきたら、やっぱそのままもう一回やろうとか、はいはい、変わらないんだったら違うところに原因があるんだなっていうのを、セ・リーグ全体でやっぱやっていかないと、うん、これじゃもうずっとセ・リーグ負けちゃうなっていう。うん、そう思うよね。はい、だって今回、まあ、もちろんね、クライマックス戦って、あの勢いで来たっていうのがあったかも分からへんけど、今回なんかロッテ来ててもね、なんか、巨人が出たかなってちょっと思ってしまうね。そうですね。だから、本当にセ・リーグは、うん、考えないとですね。いや、ましてそのぶっちぎりでね、セ・リーグで優勝したチームやん。そうですね。でもなんかその選抜ピッチャー見てもね、他のメンバー見ても、ソフトバンクと比べたらなんか、すごく、あれ巨人ってこんなしかいなかったかなっていう言い方は悪いですけどね、感じになった？ありましたね。今回その DH の議論をね、うん、セリーグでやった中で、うん、賛成が、うん、1チームしかなかったっていうのが僕はちょっと寂しかったですよね、うん、なんか一回やってみようよみたいな
が出てきてもよかったんじゃないかなっていう、結果はこれだけ出てないんやから、うん、行くチャンスではあったかもわからないね。だから10年間で1回しか勝てへんってのはこれ異常でしょ。いや、そうですね。だからまあ DH になるとまず取ってくる外国人が変わってくるやんと、はい、そうですね、守らんでいいから、そうですね。だからそれはすごくやっぱり大きなことで、また一人あの選手が出れるチャンスが出てくるからっていうのもあるよね。それは確かにピッチャー の, あのファン目線からしても、うん、ピッチャーの打席見ててもしょうがないもんね。でもなんかさいや俺はましてや試合勝ってる時に立ってるだけとか、まあ、あれはそうです、ね、まあまあね、プロ野球だからやっぱり、まあ、DH にした方が、まあ、野球がもうちょっとおもろになるとか点が 入った方がいいってことだよね。でピッチャーもあのセ・リーグはどうしてもね、あの接戦だったら大体出されるけど、うん、それがなくなるってことだよね。監督はちょっと簡単だと思いますけどね、系統がなくなるもんね。そこが一番ね、あの終盤難しいところだね、うん、ピッチャーの変えて代打の切り札を出すところがね。けどなんかあの、まあ、今だから2番最強のとかなるけど、あれは DH やからできることであってね、やっぱり今ほとんどもバンドもしなくなったんや、うん、あれは2人はよくまあその、まあ、1番2番とか打ってきた選手やけど、まあ、楽でしょ、バンドなくなったら。で逆にバンドの方が楽な時もあるじゃん。調子悪いとね。でも調子悪い時バンドも失敗せえへん。あ、確かにね、タイミング取れるからね。からまあ2番最強論とか、その今まあね、フライボール革命とかなんかいろいろできてるけど、あれについてはどうよ。2番最強説っていうのは全然いいと思うんですけども、うん、あのクリーンアップがしっかり3人いればね、うんうんうん、でチームによってはクリーンアップの人を、ね、例えばヤクルトでは山田選手が2番入っていて、うん、どうしてもクリーンアップが1人足りなくなるわけですよ、はい、そこまでしてその最強打者を2番に持っていくことはないと思うんですね、うんうんうん、いれば全然もちろん、うん、それ嫌だよね、いよいよで大量得点、ね、うん、食らうことがあるかもしれないんで。でもまあ今ね、この初回からバウンドしたら楽やっていうのはあるけど、あんなどう日本の、まあ、僕はやっぱりピッチャーによると思います。そのこっちもエースやな、うん、エース同士の対決、うん、もう3点以内の勝負、はいはい、ってなった時は別に初回からバウンドやってもいいかなっていうふうに思うんですけど、うん、基本的にもう大体今点が入る野球になってきてるので、うん、やっぱまあ 4、5 点は必要かなっていうと、まあ、気持ちわかるや、それはバウンドしてられへんかったな。いや俺も初回からバウンドしたかった、でも点がな入れへんし、でもなんか確率的には、あの数字的にはあんま変わらんましね、バウンドしても、ね、あれしてもさ、なんていうの、点入る確率っていうのは、まあ、そこで点入ったらあれ送っとってよかったって言われるしね。今言ったように相手ピッチャーによって大体試合のあれを展開読んで、やっぱり2点勝負な3点勝負なって時はやっぱり1点取りに行くわ ね。でもコーチやってるから2人あれだと思うけど、初回に例えばノーアウトランナー1塁2塁になって3番がチームの強打者で、でもそんなにその強打者じゃなかったらバンド出せるけど、その選手だからバンド出せないことってあるでしょ。あるある、うん、それはあれ送った方が絶対本当はね、うん、さっき点取りたいもんね、うん、でもだからノーアウト一塁で初回山田に回ってきて、まずバンド 100% ないでしょ、ないですね、もう絶対ないからいいんだけどね、うん、逆にね。だそこは最悪、なんか最悪俺たちはダブル月崩れでとか思ってしま う、 そう、ね、進めてくれたらね、月崩れでいいなと思ってしまう。だからその辺のなんかこうあれって難しいよね。そうですね、だから2番、もう田澤さんがおっしゃった通りで、うん、やっぱクリーンアップしっかりしてないと、うん、やっぱりまあ今年のヤクルトなんか山田2番に置いて、うん、結局村上の後誰もいないから、うん、結局村上にまともな勝負してくれないじゃないですか、うんうん、でそうなると結局じゃあ3番までで点取らないと取れないじゃないっていうふうになってくるんで、やっぱりそのチーム状況というかね、うん、編成上考えて、うん、まあ2番に強いバッター入れてもいいし、うん、まあ入れない方がいいっていうチームもある。やっぱりこう何でもできるちょっとしぶといのも、そうですね、あの巨人でいう今年松原選手とかちょっと頑張ってる時あったけどね、だそういうね、打点打率とかホームランだけに現れない選手っていうね、うん、選手がやっぱり優勝チームのには必ず一人二人いるよね、野手もピッチャーも。そうですね、そういう選手はなんかちょっとなんか敵対的じゃないけど、俺に何求められてんねんっていう風なところを感じる選手が少なくなった気がしない、みんなその高校生になりたいねんとかあんねんけど、じゃあお前に何求めてんねんっていうね、ことを自分で分かって自分の進むべき方向をさ。そうですね、だからここ最近で言えば自分一緒にやった井端とかね、はいはいはい、あれもいい2番バッターですよね。そうだね、うん、右打てるしバンドもできるし、うん、いろいろね、状況に応じた結局そこでやっぱり彼とか3割打つから、やっぱり、うん、そんで3割近く打ってくれるから、
今までもタイプ的に右バッターでね、やっぱり右に打つっていうことっていうのは、自分でこの道で生きていく上でのやっぱり身につけなきゃいけないことでしょ。そうね、もう完全にそうですね。そうでしょ。まあ僕なんか最初8番で打たなくてもいいけど、とりあえず打席ではチームのためにやりなさいよっていうのを野村さんに教わって、じゃあショートゴロ打つんだったらセカンドゴロ打たないといけないし、っていうその凡打の内容であったりとか、でランナーいた時にフリー、まあ打てが出ててもお前にフリーなんかないよっていう、そこで考えなさいよってことでしょ。じゃあどういうふうにしてどういう球を待ってとか、例えばじゃあノーアウト一塁で右に打たれたくないなとか、インコース来るんだから、そういうのは考えてちゃんとヤマハって引っ張れとかっていうのも平気で言うんですよ、野村さん。それで月でも別にしゃあない。そうです、それはしょうがない。意図があればいいよと、はい、根拠があればもう全然いいと。でもそれも根拠がなく自由にやっちゃうとやっぱ怒られてたんで、まあ、そういうので自然と考えるようにはなりますよね。考えさせられたわけでしょ。そうですね、はい、どさなのが左やからさ、どちらかとやっぱり逆に今度は引っ張ろうという意識が強いわけやから。だから自分の理想は2番バッター絶対に右バッター。あ、右、右バッター。左か言うまでは右なの。右、俺はもう左引っ張ることの方が難しいね、野球って、でバッティング崩す2番にいたら引っ張らないとあかんケースが増えるから。だからでもあのな、左バッターはあのファーストベース入ってるあの横にね、打つ技術を覚えたら楽やん。まあでもやっぱり引っ張るケースが多いから、ランナー2塁とか、1塁の時なんかやっぱり引っ張れるボールもあったりし、はいはいはい、いいピッチャーだったらなかなかやっぱそこうまく、それをやっぱ引っ張りに行くと自分のバッティング崩すよね、2番は。だから絶対右バッターが。右ですね。そう。これ2人が言うのは間違いないね。だから篠塚さんがもう本当にうまかったね。あの体を止めてこうアウトコース寄りをちょんとこうヘッドだけ走らしてね、あの守っててわーとか敵ながら巻いてて。野球ってなんやってるの、すごい野球自体は上手くなった選手が たくさんいるやん、うん、俺らの時よりもなんか速いボール投げたり、はい、あの動くボール投げたりね、早くそんなのすごくいっぱいいたけど、ちょっとそういう選手が減ったよね。どうやろうか。いやもうまさにそうじゃないですか ね、そのヘッドコーチやらせてもらってて、やっぱ考えて、ようヘッドコーチやもんすごいよね。バカにしてるな。ヘッドコーチですよ。本当に自分で考えてこうチームのためにはこうだっていうふうにして考える選手はやっぱ少ないんで、まあ、そういう話はするんですけど、まあ、結局はそこができないとか分からなかったとか、まあ、例えば、まあ、ある脇役っていうか、まあ、ホームラン打たない、うん、細かいことしないといけない選手にワンアウト一塁、もうあの4回5回ぐらいの場面でお前に回ってきました、カウントは 3-1 になりました、うん、でお前どうする、うん、サイン出てないって言ったら、うん、長打できる分を待ちますって言うから、お前に長打なんか打たないだろうと。でそれだったら1球待って 3-2 にしてくれたらダイエンドヒットかけやすいんだと、ベンチは。だそういうのをちゃんと覚えていきなさい。相手が何したら嫌かっていうことを考えますよね。でも今の子はそこでね、待て 出したりすると、 あれ待て出したから打てへんって言わない。そうですね、あれ待て出さへんかったら僕打てましたって言うたら感覚がほんまやね。いや、見送った時は打てるように見えるんだよね。いや、ほんでこそんなね、それは分からへん、身の丈知らずというか、そこで長打待ってましたって、お前長打打てへんって言う。いや、それよりその日本シリーズ4戦目、うん、最後はあの唯一抑えの森投手調子悪かったでしょ、うん、で確かあの田中俊太スリーボールから、スリーから打ってファウルになって、で、さあ見逃さんしたよ。そう、びっくりしたんだけど、どう思った？いや、やっぱあの普通に考えたらやっぱ待たなかったですよね。そのまずは出塁を考えるという、うん、まあ棚、まあ、あそこで例えばホームラン打ったとしても、うん、まあ、関係ないとは考えない。これが例えば坂本選手とかね、うん、岡本選手だったら全然打っていいと、うん、別にそれで打って、打ち損じても別に全然、だって昔ね、その3ボールから打てなんか、まあ出えへんかったやん、うん、けど出ても打つ勇気はなかったよね、なかなか。あれ難しいよね、難しい。絶対打ち損したらあかん、打ち損にしたらあかんっていうような思いがある、あるし、でも最近はほとんど俺3ボールから打つのうまいと落合さんに褒められた。ちょこちょこ入ってくるね。お前は打っていいと。ああそう、うん、まあだからそれだけ認めてられてたけど、うん、なかなかそこまでの選手にならへん、うん、で今言ったように打てって言われてもそこでやっぱり球数投げさすとかさ、そのそういうふうなことを投げさせないといけないし、相手も打ってくれてラッキーって、ね、思われたらばもんね、うん、そういうふうな選手はちょっと少なくなったのも、なんかこう特にセ・リーグの場合はピッチャーが入ってくるんで、もう8番が倒れたらツーアウトになるからね、うん、
そのアウトのなり方っていうのをもうちょっとこだわってほしいなっていうふうに思うと、今の選手はやっぱ窮屈があるよね。そうですね、うん、だからまあ8番中村なんかよく出したんですけど、うん、まあ、そのバッティングカウントを思いっきり振るわけですよそのさ、あのいやもう大体もう外にまっすぐかスライダーしか来ないの8番なんかって。僕はもう8番打ってたんで、その実際にこんな厳しいところが来ないわけですよね、8番バッターに。しかも当てたらもったいないと思うわけですから、ほんなら外にまっすぐかスライダーが来るわけですよ絶対に、うん、それをセンターにカツンと打つようにバッティングしていかないと8番バッ、まあ、それが分かると8番って結構打てると思うんですよ、うんうん、なのにブンと振ってファールにしたりしたら決めにいってるんだよね。それでも惜しいみたいな顔してるやん。そうなんですよ。分かってるか中村は。ほんとそう、よく言ったけど、お前なんか当てへんっていう。そう、当てたらもったいないから、当てへんって。だからこの辺アウトコース掘ってくるから、踏み込んであっち打ちに行って、それボンダでも仕方ない。うん、それをなんかね、なんかこのインコースにピクッとするから、お前なんか当てるかやと。当てたら向こうが痛いわってよ言ったよね。話した。